800年前に罪を犯したズニーシャが飛ぶことは自由にできるんだけど、罰として歩き続けなさいって言われたと。本当は飛べるんだけど、ルフィがニカになって巨大化して、ズニーシャの上にドーンってまたがって、それこそマリージョアに攻め込むみたいな話になるのかな、空飛んで。私もっちはズニーシャ双子説っていう考察をしておりまして、まあいろんな根拠を含めてゾウは2体いるんじゃないか、まあ双子岬とかダリの宇宙像とかいろいろな根拠があるんですけど、あのフロリアントライアングルにあった巨大な影をもう1体目のゾウっていう風な考察をしてるんですけど、雲を掴むようなズニーシャの正体を考えていく上で一番説得力を持つのはモデルですよね。考察界ではそこそこ有名なのですが、皆さんはズニーシャのモデルが何かを知っていますでしょうか。こちらに関してはズニーシャの学名がナイタミエノリダだと判明した83巻の SBS が最大のヒント、いやむしろ答えになりますね。ナイタミエノリダ、逆から読むとダリの絵みたいな、つまりダリの絵みたいなという文章となり、これは文字通り20世紀に活躍したフランスの画家サルバドール・ダリの絵がモデルになっていることが判明します。百聞は一見にしかず、こちらをご覧ください。いかがでしょうか。これも確定ですよね。1987年ダリによって生み出された宇宙像と名付けられたこの作品に描かれている像は極めて特徴的な細長い足を持っており、背中の上には古代碑のような建築物が載せられています。これはモコモコ王国を背中に乗せ長い足で何百年も海を歩き続けているズニーシャの特徴とドンピシャで一致。さらに私モッチーが注目したいのがダリによって生み出されたこの宇宙像、実は全く同じ像が2体描かれているんですよね。はい、ここが今までどの考察者さんもそしてどの考察サイトさんも全くもって考えてこなかった仮説、ズニーシャ双子説のきっかけです。もちろんこの時点ではいやいやいや、ダリの絵に像が2体描かれているからってさすがにと感じる方がほとんどでしょう。そんな方々に思い出していただきたいのが802話ゾウです。この回のラストでは幻の島ゾウにたどり着く困難さを解説するトラファルガーローが描かれます。深い霧と押し返す海流で侵入を阻む島だと聞いている。皆さんこの文章何かを思い出しませんか。深い霧、特殊な海流、巨大生物、はい、フロリアントライアングルです。シャボンディ諸島にたどり着く前の最後の難関としてルフィたちの前に立ちはだかったフロリアントライアングル、この海域の謎に関しては結局は明かされぬままだったんですよね。そしてスリラーワーク編終わりにはこちら、何の説明もない超巨大生物の影が描かれました。この影に関してはこれまで様々な説がこのように出ていますが、結果有力となるような結論には誰もたどり着けてはおらず、考察界でも長年放置されている謎の一つでした。しかしズニーシャ双子説を踏まえて考えると、あの場所には新世界側にいた我々の知るズニーシャとは全く別のもう一体の像がいたのではないかと説明できるわけです。改めてズニーシャの初登場シーンとスリラーバークのラストシーンを見比べてみると、なんとなくですが同じ構図に見えてくるとは思いませんか。要するにこの3本の影は細長いズニーシャの足ということですね。深い霧という共通点、特殊な海流という共通点、巨大生物という共通点、そして全く同じに見える構図、さらにズニーシャのモデルであるダリの絵に描かれた2体の像、ぶっ飛び考察感満載だったズニーシャ双子説にも少し光が差してくるとは思いませんか。さらに付け加えるならば、この魔の海域フロリアントライアングルでブルックの船が50年間もの間なんだかんだ沈められていなかったこと、ルフィたちがこの海域を後にする際あの巨大生物が襲ってこなかったことを合わせて考えると、何かを知るもう一体の像がシャボンディ諸島の手前に留まっており、ルフィたちが無事に出航するのを見届けたとも考えられますよね。さあガンガンいきますよ。最後に考えたいのがこちら、リバースマウンテン双子岬に関してです。ラブーン、そしてクロッカスが初登場したリバースマウンテンの双子岬、この双子岬というネーミングに関して私もちろん昔から納得いかない感覚がありました。何が双子なのっていう点です。別に山が双子みたいに見えてるわけでもなく、どこかの双子が作った岬というエピソードがあるわけでもありません。ただただ不思議なネーミングだなぁとずっと考えていたのですが、今回のズニーシャ双子説を踏まえて考えると非常にしっくりくるんですよね。
つまり象はやはり双子で、大昔は共に生活をしていた。しかし空白の100年以降、世界政府の発足によって世界が分断された際、双子の象は別々の海に分けられてしまったと。二人を分かつレッドラインは雲よりも高くそびえる壁なので、どんなに会いたくとも壁の向こう側の兄弟に会うことはかなわない。ただ唯一リバースマウンテンだけはそこまで高い山ではないという性質を持つため、あの場所でだけ双子の兄弟がお互い無事かどうかを確認することができると。双子の像がお互いを感じれる岬、双子岬。こう考えると全ての話に一本筋が通ります。さらに言えば、双子岬とフロリアントライアングルはラブーンとブルックのエピソードでつながっており、根本となるテーマは再会です。はい、つながりとしてはもはや完璧と言っても過言ではないでしょう。そして双子の像が真の意味の再会を果たすには、当然レッドラインの破壊、いわゆる世界をひっくり返すという工程が必要のはずです。ワンピースという物語の最終局面となるであろうその場面にて、完全覚醒した桃之助が操る2体の像が旧マリンフォード側、そしてニューマリンフォード側の両方向から攻め込み、数百年越しの夢でもある兄弟との再会のために大きな仕事をするのではないでしょうか。さあ、総まとめ参りましょう。もしかしたら双子どころではなく大量にいる可能性がちょっと出てきてるのかなっていう、まあこれまだ可能性の話なんですけどね、違和感を膨らませて考えると、もしかしたら象が複数体いる可能性、双子どころじゃない可能性、その中のズニーシャは一人なんだっていう考え方もできるのかなっていう。でダリの宇宙像って画像検索するとバンって出てくるのが、まあ赤いこう夕日にもうズニーシャそっくりの2体の像がこう対になってこう出てる画像がバンって出てくるんですけど、その画像以外にもダリって宇宙像っていうテーマでいっぱい書いてて、そこには2体じゃなくてね、数多く大量に足の長い奇妙な宇宙像が大量に描かれてる絵とかもあるんで、そう考えると像が大量にいる可能性っていうのはあるのかもしれない。ただ大量に像がもしいるんだったらどこにいるのかって考えると空しかないのかな。ダリがその宇宙像に書いた意図っていうのが、もうその宇宙に対する無重力を表現したいみたいな意味があの宇宙像には込められてて、であの絵をよく見ると細長い像の足をずっと辿っていくと地面足ついてないんですよね、浮いてんすよね。ニーシャも含めてナイタミエノリダ像は飛べるんじゃないかっていうモデルを忠実に小田先生が再現してるとすれば、で飛べるとしたらでかくて空島みたいになってるのかとか、例えばで本当は飛べるんだけど800年前に罪を犯したズニーシャが飛ぶことは自由にできるんだけど罰として歩き続けなさいって言われたと、本当は飛べるんだけど飛ぶことはもう許しませんって言って歩かされ続けてるのかなみたいな。だ飛ぶことができればなんですかね、歩き続けることが余計に罰になるしっていうこう考え方、まあ、これまだいろいろな仮説に仮説を重ねた妄想と思ってもらって大丈夫なんですけど、もし仮に空を飛べるズニーシャを、何体ものズニーシャを自在に操れるんだったら、もう海洋類と、まあ、ほぼ一緒ですよね。海からも空からも攻めれる。最後に落とさなきゃいけないのがマリージョアなんですけど、で、マリージョアっていうのは、まあでもズニーシャぐらいのデカさあったら別に空飛べなくてもいいのかもしれないですけど、綺麗に行くとしたら海からは海洋類、で、空からは大量のズニーシャとか、例えば。なんかそんな感じのあれになると、綺麗ではあるかな。で、あと、古代兵器、ポセイドンが白星が持ってる力って海洋類、青色の星中にいる海洋類を自由に操れるじゃないですか。何体なんだろうね、10体なのか50体なのか100頭なのか分かんないですけど、めちゃめちゃ大量の海洋類を多分一気に操れる力じゃないですか。でそれに対して古代兵器ウラヌスが桃之助なんだとしたら、ズニーシャ1体っていうのはなんかちょっと気持ち悪い感じしますね。バランス的に大量の海洋類の方が強そうじゃん。同じぐらいの強さの兵器ってやるんだったら、ズニーシャ1体じゃ物足りないような海洋類を全員を従えられる白星対ズニーシャ1体を操れる桃之助が例えば戦った時に実力が拮抗してないと、なんかこう法則として気持ち悪い感じがするんですよね。そう考えていくと、もう天空ってなるとやっぱもう天で、もうウラヌスっすよね。で、プラス天で回収できるのはウラヌスとアマツキじゃないですか。だからその、ズニーシャが空を飛ぶことによって、その辺の言葉選びが、あ、なるほどね、になるというか、天空神ウラヌスと、アマツキ家のアマと、ズニーシャが空を飛べることによって辻褄が合ってくるこう文言も何個か投下されてるっていうのがあるんで、ヤックン石井さんご意見ありがとうございます。先ほどズニーシャの話になりましたが、アイラーバター調べられましたが、見た目は宇宙像ですが意味は太陽の兄弟や大海から生まれたもの等をワンピースの世界観に合う気がします。インド神話の像か。あ、インドラを乗せるっていうやつか。あ、へえ、なんかケルベロスみたいな像なんだ。7つ8つあんだ、1つの体で。何個かこうミックスして小田先生がガネーシャは
は絶対にモデルの一つではあると思うんですけど、ガネーシャでダリが描いた宇宙像、アイラーバタとかももしかしたら設定の根幹にあるかもしれないみたいな考え方でいくと、あっちの乗り物なんだね、やっぱりね、神の乗り物。しかもインドラっていうのがもうバジュラングとかハヌマーンとかがこう出てきた時にインドラなんじゃないかみたいなね。彼らは雲を作り出す能力を持つ。うわー、空島っぽいね、確かにね。で、象と雨、象と水を結びつける考え方はアイラーバタにまつわる物語の中で強調されている。アイラーバタは冥界まで鼻を伸ばし、吸い上げた水を空に向けて吹き上げると雲を作る。インドラがそれを雨へと変えるとされている。これにより空の水と冥界が結びつけられている。アイラーバタはタイの文化圏ではエーラーワンと呼ばれている。時には33の頭を持ち、通常日本以上の牙を持つ姿で描写され、やはりインドラを背に乗せる。ラオス王国がこの3つの頭の像を国旗にしてたんだ。いや、めちゃめちゃ面白いなこれ。歴史上の王朝ラオス王国。なるほどね。もう設定そのものとしてはもう十分すぎるほど繋がってるよね。インドラが乗る乗り物であったっていう時点で、ニカが乗る乗り物っていう考え方を普通にするのがなんかめちゃめちゃしっくりくるもんね。ニカに乗り物が必要なのかみたいな話だな、そうなってくると。やっぱり空飛ぶ乗り物っていう話にした方がいいのかな。そしたらニカはまあもう覇気使ってスカイウォークみたいな雰囲気でなんか全然空飛べるんだけどね。ただジョイボーイが帰ってきて嬉しいみたいな発言があったり、この心臓の音懐かしいなーみたいな感じで言ってる図二者とかがいるんで、やっぱり仲間だった、友達だったとかっていう感じでいいんでしょうけど、ルフィがニカになって巨大化して図二者の上にドーンってまたがって、それこそマリージョアに攻め込むみたいな話になるのかな。空飛んでなんか罰とかと繋げられる感じが今のところまだない。雲を作り出す能力とかもカイドウとかモモノスケなんだよね。結局図二者を操るのはニカじゃなくてモモノスケだから、まあ難しいな。なんかいや、複合体で考えた方が良さそうだな。名前的にはやっぱりね、ガネーシャのこう要素はかなり強いと思うんですけど、どこまで小田先生がバランス考えてやるかだね。これ完全にね、ガネーシャのエピソードなのか。でもなんかもうインドラの乗り物っていう時点で、まあその設定が採用される感じはするし、ジョイボーイとかっていうのがそもそも幻想と創造の不思議な世界っていう本の中にジョイボーイっていう神様がそのままね乗ってるっていうことも考えると、その設定がそのままニカの設定とかに採用されていることを考えると、やっぱり名前のオマージュをするものにその設定が用いられるみたいなことを考えると、やっぱりガネーシャとかのオマージュの方がなんか信憑性は高いのかなとは思うんですけどね。ただなんかもう絶対無視できない情報てんこ盛りだったから、ダリが描いた宇宙像プラスガネーシャっていうものでズニーシャは形成されてるんですけど、その裏の根本的な設定に実は隠しでアイラーバタの設定が組み込まれている可能性はあるよね。黒ひげの海賊旗とかとなんか関係していったら熱いんだけどね。ヤックインシーさん、それこそ空飛んで裏の的なこともできるのではないかと根拠はないですが思っています。なんか攻撃できんのかな、ズニーシャって。まあめちゃめちゃでかいから鼻ドーンだけでもだいぶ強いけどね。いや、もうなんか確信に迫っていく感じはあるね。そろそろわかるか、冥界っていう言葉とか出てくることとかもね、かなり意味深だよね。